かげろうの家第一話葬列の午後。私の家の近所に三河さんという人が住んでいた。若い頃志願して海軍に入り、乗っていた船を二度撃沈され、二度とも無傷で生還した強運の人である。今年の春、98歳でその生涯を閉じた。これはその三河さんからだいぶ以前に聞いた話である。終戦から数年過ぎた8月初旬のある昼下がりのこと、茨城県の県北にある山間の小さな町で三河さんはボンネットバスを降りた。この町のとある民宿に婿養子として収まった郷里の友人を訪ねてきたのである。この町を流れる川は鮎の名所として知られている。釣り好きでもある三河さんは友人の婿養子先の民宿に2、3日滞在して鮎釣りを楽しむ予定であった。道路沿いに続く青々とした田んぼの向こう、町のほぼ中央を流れる川は日の光にきらめき、釣り人の投じる竿が弧を描くのが見える。大戦中この田舎町は空爆の被害を免れたが、それでも時折米軍の艦載機が偵察に飛んでくることがあったという。大戦末期ともなると日本の敗戦は決定的となり、この町にも本土決戦に備え兵隊が配置されることとなった。豪雨部隊と呼ばれたのがそれである。しかしこの部隊は銃を持つより山林の伐採や農作業に従事することが多く、農具を持った生産部隊というのが実態であった。三河さんの友人はこの豪雨部隊の配属だった。部隊の宿泊先として地元の小学校や民宿が利用され、三河さんの友人はそこで将来の伴侶となる女性と知り合い、終戦を待って結婚と相なった。人の縁とはどこで結ばれるかわからないものである。さて、釣り道具とその他の荷物を担いで歩くうち、三河さんは自分が間違えて本来降りるはずの一つ手前の停留所で降りたことに気づいた。次のバスが来るまでまだだいぶ時間がある。たかがバス停一区間の距離である。三河さんはそのまま歩くことにした。ひどく暑い日であった。強い日差しがじりじりと肌を焼き、拭っても拭っても汗が吹き出してくる。路上から立ち上る熱気に煽られながら歩くうち、三河さんは気分がいささか悪くなってくるのを覚えた。頭がふらふらしてめまいがする。とうとう我慢できず、道端に立つ大きなクスノキの陰に歩み寄り、その根元に腰を下ろした。赤い前掛けをしたお地蔵様が傍らにこじんまりと佇んでいる。厳しい軍隊生活で鍛えられたにもかかわらず、我ながら情けないとは思ったが、それでも具合が悪いものは仕方がない。しばらく木陰で休んでいると、陰楼に揺らめく白い道の向こうから、黒い影のような一団が静かに近づいてくるのが見えた。葬列であった。先頭に立つのは岩箱を担ぎ、白い晒しをたすきがけした四人の男。岩箱とは、棺を収める箱を意味する。白木で組んだ社に似た簡素な作り残しで、この中に死者の棺を収め、四人の男衆が担いで出棺する。この地方に代々続く風習である。照りつける太陽にさらされながら、葬儀の列は影帽子のようにゆらゆらと進む。
クスノキの陰で休むよそ者を幾人かがうろんな目で一別し、無言のまま通り過ぎた。視界の隅に葬列は小さく遠ざかってゆく。静けさとともに、セミしぐれが一時に降ってきて、三河さんはひどく疲れを感じまぶたを閉じた。あんた、こんなところで寝てたら病気になるよ。不意に頭上で声がして、三河さんはゆっくりまぶたを開けた。自分の顔を覗き込むようにして、目の前に見知らぬ婦人が立っている。歳は50代後半だろうか。白い割烹着に紺色のもんぺ姿。白髪混じりの頭に手ぬぐいをかぶり、日に焼けた肌は浅黒く、幾本も刻まれた額のシワに汗がにじんで光っていた。三河さんはふと、亡くなった自分の母を思い出した。大丈夫かい？顔が真っ青だよ。少し気分が悪いもので。それなら私の家に来て休みなさい。こんなところにいたら日射病になっちまうよ。夫人に体を支えられるようにしてたどり着いたのは、かやぶき屋根の小さな平屋建ての一軒家だった。家の前を用水路が流れ、その上にかけられた渡し板を歩いて玄関に入る。薄暗くひんやりした土間を抜け、縁側のある和室に通された。座布団を二つ折りの枕にして横になると、ひさしに吊るされた風鈴が涼しげに凛となる。少し待ってなさい、と言って夫人が持ってきたのは、湯飲み茶碗いっぱいの冷たい水であった。夫人に支えられて水を飲み干し、井戸水で絞った手ぬぐいを額に置いて、再び横になる。ようやく人心地ついた気がした。傍らでうちわを仰ぎ風を送ってくれる夫人に礼を述べ、クスノキの下で行き倒れそうになった理由を説明した。そうかい。今年は特に暑いからね。とりあえず急ぐ用もないなら、少し眠りなさい。夫人に言われた通りまぶたを閉じ、一つ大きく深呼吸すると、三河さんはそのままあっという間に眠りに落ちた。第二話、帰還兵。しばらくして目を覚ますと、雲が太陽を覆ったのか、日差しが陰っているのに気づいた。わずかにさらさらと心地よく響くのは、家の前を流れる用水路であろう。風に揺れる風鈴の音が、それに時々合いの手を添える。夫人が土間の方から手ぬぐいで手を拭きながら、具合はどうだいと、笑顔で現れた。三河さんの体調はだいぶ楽になっていた。畳の上に正座して、改めて礼を述べる。いいんだよ、礼なんて。それより腹が減ったろうから、これをお上がり。と夫人が皿に乗せて差し出したのは、麦飯のおにぎり二つと、大根の漬物であった。終戦から数年が経ち、食料事情も徐々に回復しつつあった。終戦直後はこんな田舎町にも、都市部から人々が食料を求めて殺到した。逆に田舎から東京などの闇市へ食料を運ぶ、担ぎ屋と呼ばれる者も大勢いた。都市部から買い付けも闇市も未だに残り、貧しい者も多かったが、それでも戦後の復興は確実に前へ進んでいた。ありがたく手を合わせ握り飯を頬張る三河さんを、夫人は微笑ましげに眺めた。顔色は良くなったけど、無理はしない方がいいね。ところであんた、ちょっと留守番しててくれるかい？
私はこれから手伝いがあって出かけなきゃならないんだ。それは構いませんが、赤の他人の自分に留守番などさせていいんですか？怪しい人だと思ったら最初から連れてこないよ。それに見ての通り、この家に取られるものなんて何にもありゃしないわ。夫人は声を上げて笑う。確かに裕福とは言えないが、それでも屋内は掃除が行き届いており、清潔感があって居心地が良かった。葬式ですか。ここへ来る途中で見かけた葬列を思い出し、三河さんが尋ねると、夫人はこくりとうなずいた。この近くの家なんだけどね、後継ぎが病死したんだよ。まだ30手前で、せっかく兵隊から帰ってきたっていうのにね。あんた戦争へは？と三河さんは夫人に尋ねられた。海軍にいました。終戦は米軍の捕虜収容所で迎えまして、つい語尾を濁す。軍人だった頃は生きて旅襲の恥ずかしめを受けずの先人君を叩き込まれたはずだった。整備兵として乗艦していた駆逐艦を沈められ、船の残骸に捕まって海上を漂っていたところを敵であるはずの米軍に救助された。大勢の戦友が海の藻くずと消えたのに、なぜ自分はおめおめと生き残ったという忸怩たる思いがある。そう。でも生きて帰れてよかった。せっかく若いのに戦争なんかで死んではもったいないよ。三河さんが復員した時、出征を見送ってくれた母はすでに病没していた。死の間際までずっと自分のことを気にかけていたという。母に再び会えなかったのが心残りだったが、どこか母の面影を感じさせる夫人にそう言ってもらえたことで、三河さんは心の重荷が少しだけ軽くなったような気がした。その時、閉め切った襖の向こう、隣室の奥の方から、ごとりと響く音がした。水面に投げた小石が波紋を広げるように、それは三河さんの地打を打った。口を閉じ耳を澄ませたが、セミしぐれが響く屋内に物音は二度と聞こえる気配はない。実は息子がいるんだよ。夫人のその言葉は三河さんに軽い驚きを与えた。なぜかこの家に夫人は一人暮らしだとばかり思い込んでいたのだ。戦争で南方へ行ってね。片足をひどく怪我してしまって、それを見られるのが嫌で、人前には姿を見せないんだよ。だから何か物音が聞こえても、放っておいてやっておくれ。三河さんはわかりましたとうなずいた。戦争から無事生還しても、体と心に深い傷を残す者は大勢いる。自分はたまたま無傷で済んだが、紙一重でそうなっていたかもしれないのだ。それじゃ頼むわね、と言って、夫人は再び近所の葬式の手伝いに出かけていった。一人になると何もやることがない。三河さんは畳の上にごろりと横になった。腕時計を確認すると、午後三時を過ぎたばかりだ。予定の時間に現れないので、友人は心配しているかもしれない。宿には日暮れまでに着けばいいさ、と大きく伸びをする。開け放した縁側から涼しい風が入ってきて、細い銀の糸のような風鈴の音が、夏の午後の静けさに溶けてゆく。どこかで子供のはしゃぐ声がする。その声に耳を傾けながら、
三河さんはいつしか再び、まどろみの中へと落ちていった。ごとり、と音がした。まどろみから覚めるには十分な音であった。身を起こし、音の下方へ視線を向ける。隣室との境を仕切る、先ほどまで確かに締め切られていたはずの襖が、ほんのわずかに開いていた。その隙間の向こうの暗がりに、誰かが立っている。カーキ色のズボンに白いシャツ、薄暗い影に浮かぶ正気のない男の顔。襖の隙間にほとんどぴったりくっつけるようにして、その片方の目玉が何かしら物言いたげにじーっと三河さんを見据えていた。畳に腰を下ろしたまま、思わず後ずさり、息を呑んだ。あれほどうるさかったセミしぐれが、すんとも聞こえない。背筋を冷たい汗が流れ落ちる。男は無言であった。明るい夏の光が届かない暗い影の奥に身を隠し、そのわずかに開いた隙間から覗く片方の目玉は、どこかうつろで、そしてわびしげに感じられた。ややあって、三河さんは夫人の息子の話を思い出した。兵士として南方に赴き、足を負傷して帰ってきた男。その怪我が元で人目を避け、誰にも姿を見せたがらない孤独な帰還兵。家の中に見知らぬ他人がいれば、警戒されるのは当然である。せめて挨拶して事情を話すべきであろうと思ったが、なぜか金縛りにあったように体が動かず、さりとて声も出ず、いかんともしがたかった。日暮らしの泣く声が、西日に和らぐ無人の庭にこだまする。無言のままじっと注がれ続ける視線を、三河さんはただ黙って見つめ返していた。どれくらいの間そうしていたか。不意に何の前触れもなく、ぴしゃりと音を立て襖が閉まった。と同時に金縛りが解けたように全身から一気に力が抜け、三河さんは大きな息の塊を吐き出した。ずーっ、ずーっ、と畳の上をするような音がするのは、怪我をして不自由になった片足を引きずって歩いているせいなのか。海の戦場は地獄であったが、南方もまた地獄であったと聞く。同じ兵士だった者として何か言葉をかけてやりたい衝動に駆られたが、放っておいてやっておくれという夫人の言葉を思い出し、言葉を飲み込んだ。不自由な歩みは静かに遠ざかってゆく。隣室の奥で再び襖が開き、また閉じる音がして、それきり何も聞こえなくなった。夫人が帰ってきたのは、それから間もなくだった。すっかり体調の戻った三河さんは、そろそろひ孫いをすることにした。助けてもらったことに丁寧に礼を述べ、どうぞ体を大事にしてお元気でと言った。夫人の笑顔は、やはり亡くなった母の面影にどこか似ていた。夫人の息子に会ったことは言わなかった。なぜか話さない方が良いように思えたのだ。あんたこそ体を大事にね。死んだ戦友の分も長生きするんだよ。玄関先で見送る夫人に、三河さんは深々と一礼した。西に傾き出した太陽は、
すでに昼間の苛烈さを失っていた。空は柔らかな茜色に染まりつつある。山脈のような入道雲が遥か頭上を覆い、かすかに湿り気を帯びた風が雷雨の気配を連れて通り過ぎていった。第三話、影楼の家。バス停まで迎えに行ったのに全然来ないから心配したよ。宿に着くと、民宿の若旦那がすっかり板についた友人が出迎えてくれた。部屋に通され、差し出されたお茶に口をつけながら、ここに来る途中で親切な婦人に助けられたことを話した。ああ、それは川島さんだね。あの人も結構世話焼きだから。知ってるのか？そりゃ小さな町だからね。客商売の基本は地元の人間と懇意になることだって、親父さんに散々言われたよ。この口ぶりだと婿養子先でうまくやっているようだ。もともと誰とでも親しくなるのが得意な男である。川島さんも気の毒な人でね。旦那さんを早くに亡くして、一人息子を女で一つで育て上げたが、それも今度の戦争で兵隊に取られて亡くしちまった。気丈に振る舞っちゃいるが、本音では寂しいと思うよ。なんだって？友人の言葉に、三河さんは自分の耳を疑った。一人息子を亡くしただって？その反応に友人はキョトンとした顔をしている。間違いないのか？間違いも何も、うちに出入りしている酒屋の息子が、川島さんの息子と同じ部隊にいたのさ。彼が最後を見とったと聞いたよ。インパールにいたそうだ。インパール作戦。1944年、昭和19年3月より、帝国陸軍によって開始され、同年7月初旬まで継続された。大戦末期、戦局打開を図るため、当時占領していたビルマ、現ミャンマーからの国境の山岳地帯を越え、インドにあるイギリス軍の拠点都市、インパール攻略を目指した作戦である。約9万人の将兵が参加し、そのうち約3万人が戦死、約4万人が戦病死した。帰還できたのはたったの2万人ほどであった。補給線を軽視したずさんな作戦により、多くの犠牲を出して歴史的敗北を喫した無謀な作戦の代名詞とも言われている。作戦中の戦闘より、作戦中止後の撤退の最中に病死や餓死する兵が多かったのが、この作戦の異常さを示している。1944年の6月、インド・ビルマ国境地帯は雨季に入っていた。この地方の降水量は世界一とも言われる。この時も30年に一度と言われる大雨が続いた。雨季の到来後、マラリアや赤痢が広がったのが、さらに死者を増大させた。雨が遺体の腐敗を進め、わずか10日ほどで骨にしたと伝えられる。ビルマ西部チン州のテディム街道には、敗走する途中で力尽きたおびただしい数の日本兵の白骨遺体が累々と続き、白骨街道、靖国街道と呼ばれたのは有名な話である。川島さんの息子は撤退の途中、運悪く大腿部を撃たれてね。友人は酒屋の息子から聞いたという話を語り始めた。なんとか野戦病院までたどり着いたものの、ろくな医薬品もなければ医療設備もない。周りは傷病者だらけだから軍医も手が回らない。出血もひどいもんだった。おそらく動脈を傷つけていたんだろうね。母さんごめん、母さんごめんと上ごとのように繰り返しながら、やがて息を引き取ったそうだよ。帰りたかったのだろう。会いたかったのだろう。
友人の話を聞き終え、三河さんは天井を仰ぎ、瞑目した。戦場で足をやられた者は致命的だ。皆、遠い道の途中で倒れ、力尽きて死んでゆく。顔色が悪いが大丈夫か？心配そうに覗き込む友人に、三河さんは大丈夫だと答えた。とりあえず風呂を沸かしてあるから、夕飯前に入って疲れを取るといいよ。そう言って友人は部屋を出て行った。一人になった三河さんは、開け放たれた窓の外を眺めた。先ほどまでの晴天が嘘のように、黒い雷雲が空を覆いつつある。なぜあの家で、夫人以外に誰かが住んでいる気配を感じなかったのか、その理由が分かった気がした。そしてわずかに開いた襖の隙間から覗き込む、どこかうつろでわびしげな男の目を思い出した。あの夫人の一人息子が、実はとっくに戦場で亡くなっていたのだとしたら、戦場で足をやられたのだと夫人は言った。ズズッ、ズズッと、畳の上を引きずる不自由な足音が、今も耳の奥に残っている。それならあの時、自分が見たものは一体。遠くで空を引き裂くような雷鳴が轟き、やがて屋根を打つ雨音が、薄暗い室内に響いた。それから三日間ほど、三河さんは友人の宿に滞在し、近くの川で鮎釣りを楽しんだ。時折あの夫人とその一人息子のことが思い出されたが、努めて考えないようにした。友人と婿養子先の家族に見送られて宿を出たその日、近くの停留所からボンネットバスに乗り、来た時とは反対方向に流れる景色を、ぼんやりと眺めた。やがて、白く埃っぽい道の向こうに、あの家が見えてきた。一人息子を戦争に奪われた母と、その母を慕い、死霊となって帰ってきた息子。遠ざかる車窓の彼方、うつろに揺らめく陽炎に包まれて、その家はひっそりと、まるで息を潜めるように静かに佇んでいる。夏が来るたび、その光景が今も思い出されてならないのだと、三河さんは話した。